はい、今日はですね、共同養育とはというテーマで、やっていきたいと思います。共同養育っていう言葉はですね、僕ら当事者ですね、離婚や別居、連れ去りや親子断絶の当事者、経験者にとっては、共同養育っていうのはすごく聞き慣れた言葉でよく分かって理解されてると思うんですが、一般の方がね、この共同養育って言葉を聞いてもですね、何のこっちゃっていう人が、ほとんどだと思いますので、その辺をね、ちょっと解説していきたいと思います。で、つい最近もですね、この当事者になったばかりの人がですね、初めて調停を行った時に、共同養育っていうことを提案したらですね、相手も、相手の弁護士も、調停員も裁判官も、共同養育って何ですかっていうような、反応だったということなので、それじゃさすがにね、まずいなということで、ちょっと共同養育分かりやすく解説していきたいと思います。でも調停員裁判官ぐらい知っとけやっていう僕はね個人的には思うんですが、解説していきたいと思います。共同養育とは、簡単に端的に言うとですね、夫婦が離婚別居した後も子供の父親母親として、しっかり子供のことを養育していくことっていうのが、定義というかね、僕が考えているところです。で、その中には子どもの人権を尊重し子どもの意思を最優先させっていうのがしっかり入っていることです。ね、やっぱ子どもの人権ってこう無視されやすいので、大人の都合とかね、親の思いが押し付けられてしまうっていうケースが多々ありますので、そうではなくて、子どもの意思を最優先に考えて、やっていきましょうというような、考え方やそういった形のことを共同養育と言います。で、大事なところとしては、子どもの最善の利益をまず考えましょうっていうことです。これどういうことかっていうと、今現状日本ではですね、こういった離婚別居ってなると、子どもがね、片方どっちかの方と同居するわけですけども、同居してない方の親ね、要はこう離婚して親権がない方の親にはこう会えないみたいな風潮があるわけですね。そんな決まり法律みたいなのはないんですけども、どうしてもそういった風潮があるので、離婚したら片方の親とは会えなくなってもしょうがないねとか当たり前だよねみたいな考え方が本当にまだ残ってるんですが、そうではないと、ね、そうやって離婚してねしまうのは、夫婦の問題であって子供は全く関係ない、子供は何にも罪もない悪くないのに、子供にとって大事な親がね、親と会えなくなるっていうのは最善の利益ではないわけですね。もう本当に最悪の損害です、子供から取ったらね、片親を、ね、失うようなもんですからね。自分が何にもしてないのに勝手にね、夫婦が喧嘩したり仲が悪くなってそういうことになってしまうっていうのは、子どもの最善の利益ではない。なので、共同でね、離婚したとしても子どもと、ね、両親っていうのは、お父さんお母さんっていうのは、その離婚した後もしっかり関わっていきましょうよっていうことですね。で、その中でも大事なのがこの共同看護っていうところですね。これ共同看護っていう何かっていうと、これは見守るってことですね。子供を2人の親がしっかり見守るっていうことです。ね、で、これがなんで大事かっていうと、虐待防止対策になるわけですね。たまにというか、よくニュースでね、子供に関するその虐待のニュースが出た時にすごく多いパターン、多いケースっていうのが、母親がね、連れ子を連れて、離婚してね、母親は連れ子と一緒にいるところに、交際相手が来て子供に危害を加えて怪我をさせてしまったとか、新しいお父さんがね来て虐待をしているとかね、殺してしまったと、最悪のケースはですね、そういったニュースが、たまにあると思うんですが、そういった事件すべて防げます、共同看護していれば。で、どういう状態かっていうと、要は、これですね、親子が自由交流できるわけですね。子供はお母さんのとこにいたらお父さんのとこにいつでも自由に行ってもいいよっていうような状態です。
子供からしたら何かあった時に逃げ場ができているわけですね。そういう環境っていうのがこの虐待防止にすごく役立つわけです。何かあったら逃げていけるわけで、まあ自由交流なんで、基本的には年の半々ぐらいで交流するのがベストです。で、まあそれだけ交流していれば子供に何かあった時に気づけますよね。まあ怪我してるとか病気してるとかね、いじめられてるとか、なんか悩んで、ね、困ってるとか、そういうのが見れますよね。そういった時に助けてあげられますよね。それが共同看護なんですね。これが重要です。で、親子自由交流なんですが、これは交流が重要だってことです、ね、たまにね、離婚別居して、まあ、共同養育なんだけど父親は養育費だけ払ってればいいと、ね、子供はお母さんが育てるから父親は養育費だけ払っとけばいいみたいな考えの人も結構多いみたいですけど、それは共同養育とは言いません。で、共同養育っていうのはしっかり交流してですね、両方の親としっかり交流して、交流すれば親はね、子供に愛情を与えられるし、まあ、それが重要だってことですね。うん、そうやってこういう交流することで子供もすごい学ぶものがあるし、親だって学ぶものがあるんです。それがすごく重要ですよってこと。それからまあ親の責務ですね、責任と義務ですね。これはまあ最初に言いましたけども、まあ、離婚別居してまあ一緒に住んでないわけだから、まあなかなかね自由に会うことが難しくなってしまうっていうのは、それはまあ親の責任なんで、子供には全く責任がないので、まあ離婚別居する前のようなね、親子関係を維持するようにしっかり努力してね、その環境を確保して、子供のためにね、子供のために自由に交流できる環境を確保してあげるってことが親の責任であり義務でしょっていうことですね。うん、でこれはしっかりやってほしいです。親としてしっかり責任をね、まあ、やってほしいと思います、ね、でメリットなんですけども、共同養育するとどうなるかっていうと、まあ、デメリットは僕の場合ないです。何も悪いことないです、共同養育を実践することで。でメリットたくさんあります。まず子供が安心しますね。そう言ってこう仲悪くなったりね、離婚したりすることで子供はすごいとても精神的不安定になると思うんですが、まあ言ったらね、この共同養育をしましょうっていうのは、まあ一種の仲直りでもあるわけですね、夫婦のね。でまあそれは子供がすごい安心するし、まあ子供はね、その離婚とかなった時にもう会えなくなっちゃうのかなっていう、すごく不安になるわけですね。いつ会えるのかなとか、今度いつ会えるのかなってすごい不安になっちゃう。でそれが、まあ、いつでも自由に会っていいよってなれば、すごく子供は安心しますね。これはすごく重要です。まあね、安心するってことはもう精神的に安定してすごく元気になります。健康で、まあ、集中力も上がるので、まあ、学校の勉強にもね、支障をきたさないかなと思います。で、子供の安全が守れるっていうのは、これですね、虐待防止です。時には命が守れるようになるってこともあります。であとは家事育児の負担が軽減するっていうのは、まあよく言われるね、そのワンオペ育児で本当にもう毎日ね、もう家事育児に追われて時間がないっていうような、まあ、人すごい多いと思うんですが、これがだから基本的には半々で見るっていうことなんで、まあ半分になるとね、こういった仕事量が半分になるということで、すごく楽になるんじゃないかなと思います。であとは親が穏やかになる、まあ、これは、まあ、子供が安心と安全が確保されることで、すごく幸せそうになるわけで、幸せになるわけですね。でよくこう心から笑うようになったし、まあ、幸せ、まあ、そんな子供の幸せがね、親にとったら一番の幸せだと思うので、そういった、ね、幸せになるとですね、心が穏やかになって優しくなって、非常に、
いい感じになります、ね、であとは自由な時間が作れるっていうところなんですが、まあ、これは、まあ、例えばですね、まあ、共同養育であれば、まあ、子どもに関する連絡っていうのは常に取れるようにするっていうのが、まあ、大前提なんですが、まあ、その中で、まあ、自分がね、まあ、たまにはね2泊3日で旅行に行きたいとかそういった時に、まあ、ワンオペだったら無理だけどもそんなことはね、まあね元旦那さんとか元奥さんであればちょっとね、今週見といてみたいなそういうこともできるようになってくるわけです、まあ、そうすると自由な時間が作れてですね、まあ、週末飲みに行ったりとかそういうこともできるようになると、まあ、交代交代で見ることによってね自由な時間が作れるということになります、まあ、要は子供が自由になるし親も自由になるしいいことしかないですよねっていうことです。で、これは、まあ、僕自身も実践、体験済みです。もう間違いないです。本当にこの通りです。ね、子供もすごく、もう精神的にも安定して幸せそうです。ね。まあ、なので、やっぱりその共同養育っていうのを知らない人、すごく多いと思います。ね。まだ、ね、その、結婚してない人もいれば、結婚してるけど離婚したいなとか思ってる人もいると思うし、でもうすでに離婚して別居してるけど子供こうどうしようかなとか合わせなくしてるとかそういう人もいると思います、まあ、でも共同養育っていうのは子供にとっても親にとってもメリットしかないんです、ね、特に子供にとってはもう最善の利益です。でなので子供の心と未来を守るために皆さんぜひ実践していただきたいと思います。はい、ということで今日は共同養育とはという、解説動画でした。